周りをサンゴ礁の海に囲まれた沖縄は、その全てがポイントといっても過言ではないくらいにダイビングスポットが豊富。一月に1ポイントずつ沖縄のダイビングスポットを紹介しているのだが、今回は那覇から船でおよそ1時間、2014年に国立公園に指定された慶良間諸島のスポットを3ポイントご紹介。豊田さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はどういったポイントに連れて行ってくれるんですか？はい、今日はですね、ここ、地図があるんですけども、慶良間諸島、これ全部慶良間諸島なんですけども、去年ね、国立公園に指定された場所になっています。その中の渡嘉敷島のこちらですね、アリガーというポイントに来ております。そちらね、山がアリガー山という山がありまして、そちらにちなんでると思います。はい、で、水中なんですけども、一応今日ねメインが、ちょうどねこの方角のなんですけども、23メーター、4メーターのところに、吹きが、そうですね、根がありまして、私、20メートルあまり潜ったことないので、行ったことがないということは緊張しますね。今日は初めてですね。じゃあ一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。そのね根のところにですね、透明な透かし天竺鯛、あとその岩のねえぐれた部分に、薄茶色とか黄金色の金目もどきといった、魚が群れています。どっちかというと夏の見どころかなと思います。あとね熊の実とかも充実してますので、そういったものをじっくり観察していこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このエリアは渡嘉敷島、座間味島、赤島、ゲルマ島などの島々からなり、年間を通して世界中から多くのダイバーが訪れる人気のダイビングエリア。それでは楽しんできます。行ってきます。慶良間諸島の魅力は、なんといっても世界でトップクラスの海の透明度です。透明度の高い海が多い沖縄ですが、その中でも群を抜いていて、慶良間ブルーと称されるほどとても綺麗でした。また透明度の高さだけではなく、生態系の豊かさも高く評価されています。イソギンチャクと共生する花びら熊の実がいましたよ。そして隠れ熊の実も可愛いでしょ。さらに進むと、見てください、この大きな塊。一見するとただの大きな岩ですが、これはコブハマサンゴという立派なサンゴの仲間なんです。アリガーには日本で確認されている約6割、およそ250種類のサンゴが生息していて、サンゴ礁に戯れる色とりどりの魚たちが見れますよ。初心者から上級者、カメラが趣味のダイバーまで安心して楽しめるダイビングスポットです。トヨタさん、本日2本目のダイビングですけど、次はどこですか？次はですね、先ほど渡嘉敷島にいたんですけども、移動してきて、この座間味島、このトーマ湾という場所に来ています。ここですね、島が多分もう近くにいろいろあるんですね。渡嘉敷、座間味、赤島とあるんですが、この座間味島のトーマ湾ですね。今見てます通り、船もたくさん泊まってるんですが、ダイビングポイントになっています。ちょっとこの下がね、今見てもサンゴとか岩見ると思うんですけども、ちょっと行くと綺麗な砂地になってます。でその綺麗な砂地なんですけども、この綺麗な砂地もですね、少しサンゴが関わってます。例えばね、白化して死んだサンゴとか、台風によって折れたサンゴっていうのがね、長年だんだん削れてきて、粉状になって、それが砂と一緒になっていくので、この綺麗な砂地も少しはね、サンゴが関わってますね。そういったのね、そうなんですね。サンゴとかはここは結構、ここはですね、その砂地を越えていくとですね、大体16メーターぐらいあたりから、指の形をした指枝浜サンゴというのがね群生してます。その目にもねお魚たちいっぱいいますんで、そこの辺をねメインに見ていこうかなと思いますんで、2本目いってきます。続いてのポイントは、座間味島のすぐ近くで砂地がメインのトーマナンバー2。白い砂浜の海底は海の青さを際立たせるような綺麗さでした。砂地にはガーデンイールことチンアナゴがいましたよ。警戒心が強く、近づくとすぐに穴に引っ込んでしまうので、こんなにたくさん見れてラッキーでした。
砂地を抜けると指枝浜サンゴの群落がありました。サンゴには黒帯後引き天竺鯛、裸ハオコゼ、金目もどきなどたくさんの魚が住み着いていました。生物観察が好きなダイバーにおすすめで、サンゴ、魚影、地形と三拍子揃った初級者から上級者まで楽しめる人気ポイントです。最後のポイントは慶良間諸島の中心に位置する那智です。豪快なドロップオフに谷あり洞窟ありの地形です。このポイントにも様々な生き物が生息しています。これはまんじゅうヒトデ。表面は小さい粒で覆われ、丸みを帯びた形をしています。実はこのまんじゅうヒトデは鬼ヒトデと同様、サンゴを食べてしまうんです。これは海うちわと呼ばれるうちわ状のソフトコーラル。そう、サンゴの仲間なんです。ここまで大きくなるまでに数年以上かかるらしく、しかもとてもデリケートなので、触ったりフィンで蹴ったりしないようにとのことでした。そしてこの生き物はピグミーシードラゴンという愛称で親しまれているタツノオトシゴの仲間。尻尾を海藻に巻きつけてゆらゆら漂う姿は海藻そのものです。ダイナミックな地形のナジではロウニンアジなどの大型回遊魚が見られるかもしれません。中級者上級者におすすめのポイントです。豊田さん、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。あの、珍しい魚たちとかたくさん見れてとっても楽しかったです。まだまだね、たくさん面白い生物いっぱいあるんで、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。はい、はい、お願いします。で、この綺麗な海を守るために何か活動などをされていますか？はい、そうですね、僕たち、まあ、ダイビングショップ沖縄本島、慶良間諸島たくさんあるんですけども、この国立公園に去年指定されたんですけども、それ以前から定期的に、鬼ヒトデとかレイシガイといったサンゴにね影響ある生き物、生物を、ね、駆除してきたんですけども、これからもですね、やはり定期的にそういったものを駆除する活動をして、綺麗なこのね慶良間を守っていきたいなと思います。で、私もあの、この綺麗な海を守るためにお手伝い、何かできることがあればよろしくお願いします。はい、ぜひまた一緒にね、はい、潜っていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。慶良間諸島の周りにはまだまだ紹介しきれないポイントがたくさんあるので、ぜひ行ってみてくださいね。